ということで、一応今日は多倍調整数同士の乗算まで行いまして、最後は乗用付きの乗算について触れておきます。まず整数の乗用付き乗算について、一応こういう性質が成り立つということを確認しておきますけれども、一応整数に関しては A と B が整数で、それから B が正の時に、ある Q と R が存在して、A が BQ プラス R に等しくなるような形で表されると。で、あとここには多分ちょっと抜けてたと思うんですけれども、この R の大きさに関する条件もあって、R の絶対値が B の絶対値より小さくなるような形ですね。そういう形で、Q と R が求まる、定まると。というのが、この整数における乗用付き乗算の性質でして、で、一応このテキストではこの整数 A を B による乗算ということを A÷B という形で書いておきます。それからあと記号についてもいくつか定義がありますので、それも確認しておきますと、A と B と Q と R が先ほどの定理のような数であったときに、A を非乗数ディビデンド、それから B を助数ディバイザー、それから Q をクオーシエント、小ですね。で、これをクオーシエントの頭文字を取ってクオの AB というふうに書くことにします。それから、R が乗用ですね、リマインダーで、ちょっとこれの記号は若干何でしょう、法ですね、モジュラー計算とマニュアルらしい部分もありますが、A モード B という形でこの R の乗用を書いておきます。それからと、小と乗用を同時に求める計算をですね、こちらにありますように、A÷B 矢印 QR というふうに書いて、で、これで A を B で割った、小が Q で余りが R であるということを表すことにします。で、あと、多項式の乗用付きの乗算についても、少し、触れておきます。ここでは多項式 AX と BX ですね。これが共に整数係数の多項式であるとします。それから BX はモニックである。すなわち主係数、最高値の係数が1であるとします。それから A と B の次数をですね、A の次数を K、それから B の次数を M としまして、K が M 以上であるということであります。で、この時にその多項式の乗算を行うわけです。で、これも今回はその筆算まではその表しませんでしたけれども、大体その多項式の乗算、乗用付き乗算というのも皆さん我々がやっているその筆算のような形で行います。まず入力としまして、多項式 AX と、それから BX とを取ってきます。一応先ほども指摘しましたけれども、この BX の主係数が1であるということに注意してください。一応BX が主係数が1であれば、ちゃんと乗算が正係数でも済みます。それからあと、出力として、QX はこれ A を B に割った小ですね。それから RX を A を B で割った乗与ということにします。で、いきなりアルゴリズムの形で表しましたけれども、ちょっとこれをですね、実際にこう我々がこう筆算でやっている多項式の乗算とですね、対応付けていただくのはちょっと各自で練習問題と思って、練習と思ってやってみてください。で、まず、1番目のステップで、この A の係数ですね、多項式 A の係数を R の Ri に代入するということは、多項式、最初にその乗用の部分を、割られる多項式 AX で置いとくということですね。で、2番目以降で、その、乗算を進めていくわけなんですけれども、ちょっとそうですね、こうパッと見、
ちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、i がこれ k バイアス m から0まで1ずつ減少していきます。で、例えばですね、この最初のステップで、この qi に、r の i プラス、m、あ、この辺はいいのかな。この辺はですね、確かその、i プラス m ですから、これ、小の最高次の係数を出すんですけれども、そうですね、だから最初のステップでは、小の最高次の係数は、A の主係数ですね。A の主係数が、この小の主係数にもなってですね。で、ここの段階で、この段階でもまだ、最初のステップの段階では、剰余の主係数は必ず、0にしますので、0代入しているということで、で、以下、この辺、この次のステップで、その序算の筆算にあたる部分を、順番に繰り返していますが、この辺は、ちょっと、練習にしますので、実際にその、割り算の筆算との対応をちょっと考えてみてください。で、こういう繰り返しを行うことによって、小とそれから剰余っていうのが返ってきます。一応この辺のアルゴリズムの細かい部分と、それから計算量については、また、後ほどですね、この授業が進んだ際に、必要になったところで議論したいと思います。それからあと、多倍調整数の剰余付き除算についても、テキストには記載がありますが、今回はその時間の都合で省略しますので、興味のある人は見てみてください。ということで、今回は、主にその乗算を中心に扱いましたけれども、一変数多項式の乗算、それから、多倍調整数と単精度整数の乗算ですね。それをもとにして、多倍調整数同士の乗算のアルゴリズムと計算量について議論しました。であとは、整数の乗余付き乗算と、それから多項式、一変数多項式の乗余付き乗算について、説明を、簡単に行いました。で、次回なんですけれども、次回からですね、テキストの方は第4章に進みまして、第4章の、ユークリッド互助法から進めたいと思いますので、今日、資料を配布しておりますが、ぜひ、そちらの方も目を通しておいてほしいと思います。ここまで何かございますでしょうか。それでは、今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。